川崎祭り。先日2021年オールスターファン投票結果が発表され、阪神から12球団中最多の7人が選出されました。阪神の選手がファン投票で7部門をジャックするのは18年ぶりに優勝を果たした2003年の9部門に次ぐ快挙。しかしこの年、先発投手部門ファン投票数が一番多かったのは選出された阪神井川投手ではなく、2001年以降1試合も1軍のマウンドに立っていない中日の川崎健次郎投手でした。そう、この投票は川崎投手への嫌がらせを目的とした組織票だったんです。この出来事はこう呼ばれます。川崎祭り。そこで一つの疑問が生じました。なぜ川崎祭りは起こってしまったのか。というわけで今回の動画は川崎祭りについて解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。川崎健次郎。川崎投手は88年ドラフト1位でヤクルトに入団。2年目から先発ローテに定着し、98年には17勝を挙げ、最多勝、沢村賞を獲得。長年右のエースとしてチームを支えました。そして2000年オフに FA 宣言し、4年2億プラス出来高の大型契約で中日に移籍。当時の星野仙一監督など、歴代中日のエースたちが背負ってきたエースナンバー20を託され、中日の首脳陣やファンからは、V の使者として大きな期待をかけられていました。しかし、翌年2001年のオープン戦で、右上腕三頭筋の違和感を訴え途中降板し戦線離脱。ここから3年間原因不明の右肩故障に悩まされ、1軍での登板はなし。2軍でも数試合投げただけでした。大型契約で入団するも1軍の舞台で投げられない日々。当時川崎投手への風当たりは相当強いものだったと言います。川崎投手は当時の厳しい視線についてこう語っています。ほとんどがブーイングです。味方のファンからも敵のファンからもたくさんのお金をもらっていたので、それは甘んじて受けるしかない。でも風当たりは強かった。野球をやりたくなくて休んでいるわけじゃないから耐えるしかない。飲食店なので僕に対する批判の声を聞くこともありました。事件の経緯。そんな川崎投手が怪我でもがき苦しんでいた2003年4月25日、オールスターファン投票が開始されたこの日に、ネット掲示板2チャンネルの野球板において、川崎健次郎をオールスターファン投票1位にしようというスレッドが立ちました。スレッドとは、カテゴリー別に分けられた板の中に設置される単一ページのことで、そのスレッドに他のユーザーがレスポンスすることでやり取りが活発になります。この川崎投手をファン投票1位にしようという呼びかけは、高い年俸をもらっておきながら結果を残せずにいる川崎投手をオールスターで晒し者にすることでした。こうして川崎投手を目の敵にする中日ファン、面白半分に参加した他球団ファンの2チャンネルのユーザー2チャンネラーは、川崎祭りと題して川崎投手への投票を開始します。2チャンネラーは2001年、アメリカのタイムズで行われた今年の顔を投票で決め、タイムズの表紙にするパーソンオブザイヤーに痴漢覚醒剤所持で逮捕され話題となっていた芸能人田代正史を1位にしたノウハウを持っていたことからも、川崎投手への投票は加速していきました。1回目の中間発表、1位は中日の川上健進投手。川崎投手は13位でした。川崎投手はこの時の心境、最初かなりの票が入っていると聞いた時は単純に嬉しかったですね。まだ応援してくれる人がいる、期待してくれる人がいると思ってと振り返っています。その後どんどん川崎投手の順位は上がっていき、5月14日川崎投手がファン投票上位にランクインしていることをトースポに取り上げられ、ネット外でも知られるようになります。5月20日オールスター運営委員会は川崎投手へ多数の票が集まっていることに違和感を持ち調査を開始。ある1台のパソコンからわずか半日で1000票以上の大量投票がされていることを確認しました。運営委員会は対抗策の一環として投票時に必ずパスワードを入力しないと作業進めないようにしましたが、効果は薄く票数は日に日に増え、5月30日の中間発表では阪神のエース井川投手に次ぐ2位に浮上。そして6月17日の中間発表ではついに井川投手を抜き1位に躍り出ました。川崎投手はこれを受け、正直言って困惑している、中日のために何も働いていない自分への叱咤激励とも取れるが、僕にとっては嫌がらせ、情けない気持ちとコメントし、7月3日の最終集計を前に辞退する意向を口にしました。そして6月23日ファン投票が締め切られた翌日に、川崎投手はプロ野球選手会のホームページ上で声明を発表しました。今回のオールスターゲーム、ファン投票中間発表で自分がセリーグ投手部門第1位になったことについて、ファンの皆様に自分の気持ちをお伝えしたいと思います。皆さんご存知の通り、故障のため僕は2001年シーズンから今日に至るまで一度も1軍のマウンドに立つことができずにいます。投票が開始された当初は自分に期待して票を入れてくれるファンの方々がいることを知り、とても嬉しく思いましたが、今の自分は1日でも早く1軍のマウンドに立つことを最大の目標にせざるを得ない状況です。このような状況の自分がファン投票の中間発表で1位になるかもしれないということを知って、とても戸惑っています。
プロ野球選手の中でもオールスターゲームに出場できるのはほんのわずかな選ばれし者のみで、そのわずかな選手たちは人気、実力ともに認められるべきだと思います。ですから1軍のマウンドに立てていない自分が1位になり、多少の怪我をしても精一杯のプレーを続けている選手たちやそのファンの方々に申し訳ない気持ちでいっぱいです。自分を推してくださるファンの方々には大変失礼な話かもしれませんが、たとえファン投票で選出されたとしても今の状況では胸を張ってオールスターゲームに出場することはできません。今回の投票は2年間一度も1軍のマウンドに立っていないことへの批判票なのかもしれませんが、何より自分自身が故障のため投球ができず、ファンの皆様の期待に応えられないでいることで大変悔しい思いをしています。自分の気持ちを言葉で表すのはとても難しい作業ですが、どうかファンの皆様にご理解いただきたいと思います。今回の一票一票を自分への叱咤激励と思い、僕を応援し続けてくださるファンの皆様への恩返しとして、一日も早く一軍のマウンドに立てるように頑張ります。川崎健次郎。その後集計結果が発表され、結局は川崎投手に91万1328票が集まり、先発投手部門第1位となりましたが、川崎投手が選出を辞退したため阪神井川投手が繰り上げでファン投票選出となりました。当時オールスターを辞退すると後半戦開幕から10試合の出場停止処分を課されることになっていましたが、事情を鑑みたコミッショナー事務局は川崎投手を処分しませんでした。また川崎投手の他にもこちらの選手たちが悪ふざけで投票され、このうち阪神のムーア投手が一塁手で3位、日本ハム小笠原選手が三塁手でファン投票1位となりました。その後 NPB はこの一連の事件をきっかけに選出規定を変更、これにより第2の川崎投手が生まれることはなくなりました。またファン投票により選出される選手規定の4項目目で過去のプロ野球公式戦で守備についたことのあるポジションと追記されています。これにより阪神ムーア投手のように投手が野手のポジションで投票されることはなくなりました。後年川崎投手はこの川崎祭りについて、なんでこうなったんだろうというのがすごくありまして、このまま投げ出してどこか練習もボイコットしてみたいな、かなり追い込まれていましたと当時の心境を語っています。そして川崎祭りから時は経ち、年が明けた2004年、川崎投手は落合新監督から開幕投手を任され、移籍4年目で初の一軍マウンドに立ちました。川崎投手が開幕投手になった経緯についてはこちらの動画で解説しています。そして同年10月3日、古巣ヤクルトとの引退試合が行われ、最後は両軍に胴上げされ現役生活に幕を閉じました。川崎祭りの背景では、川崎祭りはなぜこんなにも拡散されてしまったのか、その要因について挙げたいと思います。2チャンネルの影響力。2チャンネルは99年西村博之氏によって開設され、2000年に起きた西鉄バスジャック事件をきっかけに知名度が急激に上昇、また祭りと呼ばれる2チャンネラーたちのサイバーテロとも呼べる大量集中アクセスによりネット界現実世界に大きな影響力を持っていました。これまで2チャンネラーたちが起こした組織票を伴った代表的な祭りとしてこちらが挙げられます。面白いので興味ある方は調べてみてください。2001年に田代正史をタイムズ紙のパーソンオブザイヤーで1位にした時、2チャンネラーは人力での投票に限界があると察し、田代法という自動投票ツールを作成、これにより自動的に田代正史に投票することが可能になりました。今回紹介した川崎祭りでも川崎投手へ自動投票するプログラムを作成したものや、特別サイトを作り簡単に大量投票できる方法をページ上で公開していたものもいたといいます。オールスターのインターネット投票。当時のインターネット投票は導入したばかりだったこともあり、ガバガバで嵐を想定していない設計となっていました。現在は会員登録が必要で、1人につき1メールアドレス、1日あたり1回のみ投票が可能。しかし当時は1人5票まで、投票者は住所、氏名などを入力しなければ投票できないようになっていましたが、実際は架空の住所、氏名に変えることで1人の人間が何度も大量投票できるようになっていました。集団心理。この川崎祭りは人間のネット上での集団心理がよく垣間見れます。匿名性。匿名だと相手に自分が何者かわからないため、相手からの仕返しもなければ実生活に支障をきたすこともありません。このような状態に置かれると人は自分の言動に対する責任がなくなり、その人が持つ攻撃的な一面があらわになります。普段の実生活なら決して相手に言わないこともネットなら言えてしまうのです。アメリカ人1000人を対象にした実験では、匿名性が高いと実に 77% の人が攻撃性が高まるとする研究結果もあるみたいです。非暗示性。非暗示性とは相手の言動を受け入れ、それに基づいて行動すること。簡単に言うと相手の言葉を鵜呑みして何も考えず行動することです。最近の例で言えば、コロナでペーパー類が消えると拡散され、全国でトイレットペーパーなどが買い占められた騒動がありました。川崎祭りの時も、川崎は給料泥棒だから制裁を与えなあかんというヘイトを、川崎投手のことをあまり知らない人たちが川崎を悪いやつと鵜呑みして行動してしまったことも原因の一つかもしれません。罪悪感の欠如。赤信号みんなで渡れば怖くない。集団心理を説明する上で有名な言葉です。
冷静に考えると赤信号渡れば迷惑かかりますし、交通事故に遭うリスクもあります。しかし大勢だとみんながやってるし自分だけじゃないと言い訳ができ、罪悪感が欠如します。リスクを考えず大衆に迎合して赤信号でも渡ってしまうのです。このように人は集団だと流されやすくなる生き物です。では集団の中においても良識ある言動を取るにはどうすればいいのでしょうか。それはメタ認知を高めることが大事だと言われています。メタ認知とは自分が何か言動を起こすときに果たしてこれは正しいか、客観的に自分の立ち位置を認知する能力のことです。何か言動を起こすときは一旦立ち止まり、自分が今からしようとしていること本当に正しいかと自分自身に問いかけることでメタ認知を高めることができます。私も弱い人間なのでこれからやろうと思います。というわけで今回は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しますので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。